はい、ではサクチャンネル第1回目始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。園芸総合メーカーの花の大和がマニア目線で園芸をいろいろと説明していけたらなと思ってます。第1回目は、はい、里芋のプランター植えを家庭菜園用のサイズ感でやってみたいと思ってます。結構里芋って YouTube とか調べると畑植えが多いんですけど、プランターのね家庭菜園が人数も多いので、どれぐらい費用がかかるのかっていうのを実際にやってみたいと思います。よろしくお願いします。まず準備しましたのがこちらの、土とか肥料とかなんですけど、土はこれは30リットルのちょっと大きいもので、これは港南で678円で売っているものです。苦土石灰は1キロ入りで198円ですね。肥料は、マイガーデンベジフル、これが、700g で498円のもの。鉢底石は10リットル398円ですね。プランターというか丸型の大きな鉢になるんですけど、これは27リットル入りのかなり大きなものです。これが798円で、あといるものとしてこの底に敷くネットですね。鉢底石の底に敷くものですけど、よく100均とか収穫ネットで売られている一般的なもので結構かと思います。球根とか買うと白いネットですね、あいたものも代用できますので、いろいろあるもので結構かと思います。球根は里芋の方ですが、ドダレ、八つ頭、セリベス等で、一番一般的なのがこのドダレというものですね。今回プランター植えということで使うのはですね、もう本当にこの1球だけで十分です。これが芽の出たものになるんですけど、販売している時は芽は出てないんですけど、部屋の中で暖かいところで置いていれば、次第にこうやって緑の芽が出てきますので、こういった芽出しのものを植えると栽培もスムーズに早く発芽してくると思います。はい、ではさくちゃんさん、実際にこういう資材とかってどこで買い揃えたらいいですかね。これは全て港南で揃うものばかりなんですね。実は私も家庭菜園とかするんですけど、はい、実際もどれ肥料とか土とかも何がいいかっていうのが分からなくて、例えばトマトやったらトマト専用の肥料がいるのかとか、はい、キュウリやったらキュウリがいるとか、そういうのが里芋の肥料がいるのか、これが全然わからない。ちょっと簡単にどういう基準で選んできたかだけ説明していただいていいですか。はい、それではご紹介しますと、土はですね、一般的な野菜と花の土っていうものが売られてるんですけど、これで十分賄えますね。もうこの一袋あれば大丈夫かと思います。これでトマトとかも使えるし、いろいろ基本的に野菜とかベースこれ使ってくださいっていうような、そうですね、ベーシックなもちろんですね、大丈夫です、ね、はい、もう混ぜる必要はないと思います、はい、ありがとうございます。肥料の方なんですけど、はい、いろいろ売られてますけど、野菜とかでは8、8、8っていうバランスの取れた、初めの数字は窒素、それから2番目はリン、3つ目はカリっていうものになるんですけど、どれもやっぱり888と同じ数字が書いているものが一番失敗なくやりやすいと思います。この何でも書いてます、ここ配合割合、ここのやつが888とかバランスのいい777とか、はい、そういうものを選んでくださいと、はい、野菜っていうのはその、特に里芋は肥料がすごく好きで、こまめな追肥、それが重要になるポイントじゃないかと思います。一度にたくさん初めに入れてしまいがちなんですけど、規定量もしくは少なめで初めやっていただいて、あとはもう1ヶ月ごとにその追い越えというのをやっていただくのが一番成功のテストだと。その中でも今回このマイガーデン、はい、ベジフル、そうですね、ここっていうのがおすすめ。おすすめポイントがマグネシウムというのもこれが入っていまして、重要なポイントがそのマグネシウム、カルシウムになるんですけど、葉っぱのその成長ですとか芋のその肥大、こういったものに助っ人として非常に重要な栄養素になります。あと苦土石灰なんですけど、これもですね、よく園芸ご存知の方、土の中和ということで苦土石灰入れることが多いんですけど、どちらかといえばですね、そのカルシウムっていう補充が一番ポイントになると思うんですよ。カルシウムが減ってしまうとその野菜はですね、結合するとその新芽が黄色くなってきたり、なかなかうまく成長できない、それを補うその苦土石灰、これも入れていたのが一番いいかと思います。結構この苦土石灰入れる方少ないと思うんでポイントになってます。あと一つちょっと注意点があるんですけど、はい、この石灰というのは土に混ぜるのは一般的には1週間とか10日
ントリー、くれる1週間前にやってくださいというのが、まあ、セオリーというか基本なんですね。これは例えば一般的なその化成肥料と土壌石灰を入れてしまうと、こちらの肥料が分解されてアンモニアとかちょっと効果がなくなるのと肥料焼けするっていうのが起こってしまうので、本当はこれは1週間前の方がいいんですけど、ただこの肥料のいいところはやってすぐ溶け出さないというのがメリットで、これは駆動石灰と同時に入れてもその変な反応がしにくいという狙いもあるのがここがちょっとこだわりですね。じゃあまあ一般的に言うと、さっきこの駆動石灰で土と混ぜて1週間ぐらい寝かしておくと、混ぜておいて、はい、先に準備しておいて植え付ける前にこれをそうですね混ぜるって形がベストと。もしこれ以外の肥料を使われるんでしたら、やっぱり1週間前の方が無難ですけど、まあ、それだから今回同時に使っていただけるという。最後あと最後ですね、鉢底石なんですけど、花にしてもやはりこの植木鉢、大量の土入れますと水はけがスムーズに抜けてくれない、空気がずっと通りやすいためにですね、そこにその抜けやすい層を、まあ、他ではないんですけど敷いていただいた方がメリットがかなりありますね。この、そこにちょっとネットですね、これを敷いていただくんですけど、あれはナメクジとかダンゴムシとか個体害虫が入ってくるんですよね。これを防ぐっていうのはやっぱりもう一つのその利点になりますので、やっていただくといいと思います。はい、植え付ける里芋のちょっとお話なんですけど、土だれですね、まあ、ご購入された時はまだ3月下旬、4月とかでしたら、まあ、芽が全く出てない状態で販売されています。これは植え付けまでにですね、こういった芽が出てから植え付けるとすごく成長がスムーズなので、ご購入後はなるべくお部屋の中の暖かいところですね、窓辺などで置いていただきますと、その温度で発芽が早まります。でこういった芽出しをしたものがこちらで今日植えるものになるんですけど、緑のその芽がちょっと出てます。でこれがさらに進めますと、こういった芽がもうたくさん出てくるんですけど、まあ、これがもっと伸びた状態ですね、はい、これ動画撮影するってことでね、はい、ちょっとまあ今日ご準備したんです、まあ、ここまでまあ置いておくこともないんですけど、ちょっと芽が覗いた程度でもう十分かと思います。で袋にはたくさん球根が入っていますけど、ここまでちょっと数が必要のない方はちょっと5月のその連休明け頃になるんですけど、これはコメリでこういった芽の出たポットというものも売られてますので、これをもう植えていただくと、もうその芽もすぐ伸びてくるというのは非常に、まあ、手軽さがありますので、またご利用いただければと思います。ではこれから植え付けの方をやってみたいと思います。土の中はこういったもうすでにいろいろ配合されている、まあ、いい状態になっているんですけど、はい、ここにその里芋が肥料部位、非常に肥料がいりますので肥料を託します。サクジャンさん、これ何気にこの黒いケース使ってますけど、これはまあ土混ぜれたら何でもいいっていうことですよね。バケツとかでも大丈夫です。こちらにその肥料を混ぜるんですけど、その分量ですね、まあ、今日の場合ですね、大人のその軽く一握りで 40g、 それをだいたいここで 80g ぐらいいうのが目安になります。肥料になるんですけど、これを、まあ、2回分ですね、はい、それと駆動石灰です、はい、これも1つかみ 40g ほどなんですけど、まあ、大体これぐらいですね、はい、40g、はい、肥料 80g と 40g の駆動石灰。土30リットルとマイガーデンベジフル2つかみ、駆動石灰1つかみで混ぜ切った土です。はい、これで完成ですね、はい、ありがとうございます。続いて、鉢底石の方に、これの量はですね、先にネットをもう隙間なく穴を防ぐ形で先に敷いておきます。入れてるのは、土とかがこぼれないようにそうです、ね、ということと、ナメクジとか、はい、そういうような対策をしてるってことですね。高いネットでも見えなくなる程度の薄さで十分かと思うんですけど、あんまりその鉢底石入れすぎると、その肝心な土ですね、根が張るスペースなくなってしまいますので、土
一通り広がれば十分かと思いますね。あ、それぐらいでいいんですか。そうですね、あんまり入れすぎるのもちょっともったいないので。入れる目安は赤ネットが隠れるぐらい。そうですね、もうちょっと、うん、深さでいうともう3センチぐらいで十分かなと思うんですけど、ちょっとふわふわしてますので、土がちょっと軽く押さない程度に、体重かけずにもう手首の力だけでまずちょっとポンポンと鳴らしておくと、大体この辺まで入れていただくのが6割ぐらいですね。はい、まずはここまでですね、はい、土を入れましょうってことです。正直作業は植え付けこれだけなんですよ。まあもちろん上に土かく入れますけど、これだけ、これだけですね。で、イメージとしては6分目に球根を配置したのがこの状態。この新しい芋が上にできてくるんですよ。土を上にかけてやらないと、どんどん上にその芋が出てきて地上部に出てきてしまうんですね。あ、芋は下にできるんだけど上にできるんですね。上にできるんですよ。これはですね、火に当たるとちょっと青芋というか、まあ、食べられるんですけどちょっと美味しくないっていうのもあるので、里芋栽培は1ヶ月2ヶ月してきたらどんどんその上になんかそのデコボコしたものが見えてきてますので、それを土を増し土と言って8分目とか、まあ、9分目とかこういう風に出てくる都度増していただくのが必要になる。こうやって横から脇芽も出てくるんですよ、はいはい、これがさっきのこの脇ですね、はいはい、これも育ってくると良くないので取りながら、ちょっとさっき取っちゃいますけど、地上部に出てきたらこれもさっき、ま、脇芽取りといってポキッと地上部のところに取ります。もう1本だけ残す形なんですね。まあ、その方がいいですね。これがまあ太くなってもすごくもう太いものになるんですけど、結構何本も生えた方が驚くかなと思うんですけど、あまり良くないですね。子芋はできるかもしれませんけど、それぞれの芋のサイズが小さくなるので、だから芽は1個だけ残してあげて。そうですね。で、できるのがここら辺にできるのか、芋は。はい、最終秋の状態ですけど、まあ、こういった状態でその上に出来上がりますので、今日のその作業を使えばですね、今ちょっと頭見えてますけど、これが3センチほどですね隠れる程度でも作業の方が今日は完成です。あとは芽が出てきてからの作業になりますのでね、今後のその育ち具合を見ながら脇芽取りとか増し土を行っていきます。ということはここを今開けてるのはまた後で盛り土、はい、していきますよっていうそのスペースを空けてるってことなんですね。はい、植え付けが終わりまして、水やりになるんですけど、結構水やり重要ですよね。そうですね、里芋は特に水がもうすごく重要で、量的にどれぐらいあげるとかもまた教えてください。わかりました。これはちょっと新しい土の特性になるんですけど、非常にこのまだふわふわして水を吸い込むのに時間がかかるんですよ。これは表面が濡れたように見えても中まで水が染み渡るのに本当にもうひょっとしたら1時間とか半日ぐらいかかるかもしれないんですけど、基本はやっぱりその今桶に溜めて入れてますけど、桶に水がその流れ出るぐらいまでですね。しかしそれでもまだ安心はできませんので、こうやってずっと染み込んでいきますけど、これ何リットルぐらい、一旦まあ10リットルは絶対まだ必要かと思うんですよ。半日後またその翌日にも同じように、まあ、10リットルぐらいちょっと流し込んでいただいた方がいいです。下から水が出るぐらいたっぷり、はい、上げる必要があると。そうですね、これ意外に知らないですよね。これはね、ちょっとやっても終わらせると大変な、まあちょっと失敗になることが多いので、結構表面出ましたね。あ、結構表面だけ出るといいっていうような、あ、一度持ち上げてもらえます、重たいかな。土と水が入るとこれぐらい来ると、はい、ありがとうございます。これぐらい水をたくさんあげると出たんですけど、これで安心ではなく、ようやくその今水が土が水を吸ってる途中になるんですけど、まだこのあと1時間後ぐらいに、半日後でもいいですけど、あと同じ分量やるのがポイントですね。あと今植えた直後から大体まあ1ヶ月ぐらいは芽が出始めると思うんですけど、さほどその毎日の水やりも必要ないと思うんですね。初めはその1週間に1回でもいいかもしれませんけど、表面が乾いてきたらもうたっぷりやっていただく。これがやるときはもうやっぱり5リットルとかやっていただきたいですね。もう十分。4月5月は1週間に1回ぐらいで大丈夫そうですか。おそらく、はい。で、地上部が多分こうモコモコモコって茎が出てきますよね、はい、
出てくると、まあ、乾燥土の乾燥具合によって度合いによって2日に1回とか上げ、はい、もう毎日できようかなと思うんですよ。それもまた別動画で説明してもらってもいいですか。はい、一旦まあ今日の植え付けとその水やりのところまではこれで完了になります。もしこれ水上げすぎて球根出てきた場合は土足りないってことですよね。芽がねまず出てくると思うんですよ、はい、それと同時にあの脇から何本か芽が出てくる。それもしばらくあの10センチとか15センチになってから横のその脇芽を取るということで十分かと思います。だいたい収穫とかは関西の方で10月の上旬から東北の方とかでしたらまあ11月とかっていうこの後のまあ管理になるんですけど、やはりその1日1回でもですね、すごくその水やり欲しがる植物になりますので、真夏とか1日1回出てもその乾燥することもあるかと思うんですね。で里芋に限ってなんですけど、ちょっとあのこういうプラ船で水を貯められるものですね、ホームセンターとかではもう1000円以下で買えるものかと思うんですけど、これをその一つこうやって水の溜まる状態にしていただいて、多分そのお出かけとか1日留守にするとか数日分けられるという、まあ、場合があれば、あのもう水やりのその手間をまあなくすために水を少し溜めておいてですね、それでちょっと乾燥予防にしていただいてもいいかと思います。今はちょっと1センチぐらいなんですけど、こういった水も多分1日でかなり吸い上げてしまうぐらい欲しい時があるんですね。だから2、3センチぐらい溜めてもいいんじゃないかと思います。ではサビちゃんさん、一応これで、はい、初めての里芋プランター植え完了になりました。はい、作業時間だけで言うとほんの10分ぐらい。そうですね、もう10分あれば十分かなと思いますね。結構ハードル下がりましたね。はい、もう簡単な作業ですね。芋全部使い切れないですよね。5、6球入ってるけど5、6球プランターは買えないんで、こういう場合いる分だけ取って、あとはそうですね、捨ててもらうと、はい、まあ、または、まあ、こういう風に、まあ、これコメリさんで買ってきたんですけど、こういうものが5月のゴールデンウィーク明けぐらいから出回るので、はい、こういうものを買ってもらうっていうのがいいってことですね。はい、まあ、今回あくまでプランター初心者家庭菜園の方の動画なので、はい、まあ、そういう方は少量でいいよと。水やりよくチューリップとかだと、はい、日中にあげるとやけどしちゃうよって言うんですけど、水やり特に時間帯は関係ないですか。はい、里芋に限って言うと非常にその高温多湿が大好きですので、もう日のよく当たるもう本当に日中40度近くなるようなお湯になるようなところでも、むしろそれがいいぐらいですね。じゃあもう置く場所自体は別にどこでもいいと。そうですね、なるべくやっぱり日のよく当たるところがいいですね。まああの実際、はい、この大きいの1個だけって衝撃的だったんですけど、そうですね、ちょっとね何球収穫できるか、はい、楽しみだなと。で大体個人的には、はい、まあ、5、6球かなと。もうちょっとできるかなと思うんですけどね、まあ、これは、これは、はい、やってみてるのが楽しみだと。これもね、はい、自分でやると美味しいお芋ができると思うので、ね、楽しみに、はい、この後まだ土を足したりとか、ね、はい、肥料を追肥したりとかっていう作業もあるので、はい、まあ、次の動画で、はい、成長とともにね説明できたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、一応一旦こんな形で1回目、はい、終わりたいと思います。はい、あのホームページの方ではスタッフブログの方も更新してまして、このサビちゃんご住人の方が自らスタッフブログも書いてますので、ぜひ見ていただけたらと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。